2017年5月のブラフェンスカードローナのブラフェンスとはニュージーランド南東オタゴ地方内陸部のカードローナにある観光地。1998年末から1999年初頭にかけて通行人がフェンスにブラジャーをぶら下げ始めた。その後ブラジャーの数が次第に増加したことで人々の注目を集めるようになった。このフェンスは 写真撮影スポットとして人気を集め肯定する一方で景観を乱す隣接する道路での交通事故の原因となる否定的な意見としばしば論争の的となっているこのフェンスはニュージーランド南東内陸部の避暑地クイーンズタウンとその北東にある町ワナカとを結ぶ行動の脇に所在しワナカからは乗用車で20分クイーンズタウン空港からは45分ほどの位置にある 道路は東西を山に挟まれたカードローナ渓谷を走っており、西側のカードローナ山中にあるスキー場であるカードローナアルパインリゾートに車両で向かう途中にはこのフェンスの近くを通行することになる。かつては道路とその脇の牧場との境界として設置されていたものであるが、現在フェンスの位置はやや移動し、ニュージーランド唯一の中イスキー上流所である。 カードローナ上流所の入り口付近にある。2002年12月ブラフェンスは、1998年のクリスマスから1999年の新年頃、道路沿いのワイヤーフェンスに4枚のブラジャーがぶら下げられたことから始まった。ブラジャーがフェンスにぶら下げられた本来の理由は半然としないが、一説によれば、クリスマスにバーで酔っ払った女性たちが、 フェンスにブラジャーをかけたのが禁言としている。やがて通行人がフェンスにブラジャーをつけていくようになり、2000年の2月末には60枚ほどに達したものの何者かによってすべて切り取られてしまった。このことが地元報道機関で報じられると、かえってブラジャーの増加を招いた。直接フェンスに立ち寄ってブラジャーをかける人もあれば、フェンスへの設置を希望して、 ブラジャーを送付する人もいた。2000年10月にはブラジャーの数は200に達していたが、ここで2度目の破壊行為が発生した。この時はフェンス自体も破損され、切り取られたブラジャーは周囲の牧場に撒き散らされていた。この2度目の破壊行為は、罠かの警察署も犯罪と認め、またニュージーランドのメディアが広く報道したことで、世界にもフェンスの存在が知られるようになった。 2006年3月報道による知名度の高まりによって、ブラジャーの数は爆発的に増加した。フェンスにブラジャーを寄付する人々の中には、亡くなった妻のブラを寄付して思い出を残そうと考える夫や、ジョーク好きだったボーボーのブラを寄付して供養を行う娘なども含まれていた。一方、ブラフェンスの規模と知名度が大きくなるにつれ、批判的な意見も大きくなった。 フェンス沿いの道路を通行する運転手が見学や写真撮影のために一時停止を行うことで交通事故が引き起こされるという意見や、わなか近郊で多数が学んでいる日本人留学生の気分を害するだろうという主張があった。これに対し、フェンスに隣接する牧場の主で私的にフェンスの維持管理を行ってきたジョンリーは彼の元に寄せられる手紙の90%は フェンスに対して肯定的であり、フェンスはこの地域で最も人気の撮影場所であると反論した。2006年4月、地元議会はフェンスは目障りで交通の妨げになるものと判断し、1500枚以上に達していたブラジャーの撤去を命令した。撤去に際して2006年9月、世界で最も長いブラジャーの鎖を作る試みが、 ワナカ近郊で開催された年次祭で行われた。このイベントのためにニュージーランド以外にもアメリカ合衆国、イギリス、スペイン、ドイツ、オーストラリアからブラジャーが寄付された。イベントで作られたブラジャーの鎖は7485枚分、長さ約5キロメートルで、世界記録には10万枚以上も足りなかったものの、このイベントで1万ニュージーランドドルの寄付金が集まった。 しかし、ブラジャー撤去の数年後には、新しい位置に設置されたフェンスに、ブラジャー掛けが復活した。2015年、フェンスには新たに、ブラッドローナという名称が付けられ、フェンスの前に募金箱が設置されて、乳がん啓発のピンクリボン運動に参加するようになった。募金箱は2015年に3万ニュージーランドドルを集めた。フェンスの管理者は、 ブラフェンスの公式フェイスブックを開設して広報活動を行っている。ありがとうございます。